イワンドコフキオー大型揚陸艦はソビート連邦で建造された大型揚陸艦である。計画名では1174号計画ノソローク型大型揚陸艦と呼ばれる。計画一組名のノソロークはロシア語でサイのこと。1970年代セルゲイ・ゴルシュコフの指導下でソ連海軍の海洋海軍化が図られた。 両用戦戦力も従来の揚陸艦に加え、より大型の揚陸艦の建造が起とされ、1976年に一番階湾ロゴフの建造が開始された。ドック型揚陸艦と通常の揚陸艦の機能を合わせ持つ。船首部分は BH チングに対応したランプドアを備え、後部にはホバークラフトであるレベッド型、エアクッション揚陸艇が2隻運用可能なウェルドックがある。 環境広報とクレーン前方にはヘリコプターのランディングスポットが2箇所あり、格納庫には最大4機のカ -29 ヘリコプターを搭載することが可能。武装はソ連海軍の典型的な古艦、防空用兵器であるオサー M 艦対空ミサイル、連装発射機を1機、AK-630CIWS を4門、装備する。これらは限定的だが、 上陸時の火力支援にも有効である。さらに上陸支援専用に BM-21 と同じ 122mm ロケットランチャーを環境右前方の構造物の上に装備するほか、艦首には AK-726-76.2mm 連装砲を1問装備する。最初の2艦は太平洋艦隊に配備され、残る1艦は北方艦隊に配備された。 その後、ソビエト連邦の崩壊による慢性的な予算不足と太平洋艦隊の重要度の低下により、太平洋艦隊の2隻は予備役に編入され、2007年には北方艦隊所属のミトロファン・モスカレンコのみが実動可能な状態にあった。ただし2002年からミトロファン・モスカレンコも予備役であったとする情報もある。2012年には、 ミトロファン・モスカレンコの退役とスクラップとしての売却が決定され、2019年5月に処分されたことが発表された。過去には、フランスからのミストラル急遽収容陸間購入が挫折した場合の代替として退役したアレクサンドル・ニコライフとミトロファン・モスカレンコを修復して現役復帰させる可能性があるとの報道が行われており、エンジンの交換を含む、 大規模な修理のほか、すべての機材の交換が必要となり、数年の期間と10億ルーブルの費用がかかると、されていた。岡部遺作、ロシア官邸最新事情、世界の感染2007年6月号解任者、ロシアセルズラージストランディングシップホースクラップ、ぜいぜいぜい、ありがとうございます。